時はここへ話しといてもええかなってちょっと今思ってます。最近思ってます。現在の気温 25.8 度。あ、違うわ、27.3 度、27.3 度。わかるかな、マックス 37.9 度まで今日上がってます。 37.9 度までここで上がってますからね。こんなん初めてですよ。で、今朝来た時が多分ね 25.8 度やったんですよ。これが最低気温です。で、現在 27.4 度。この時間でね 27.4 度で、この辺では結構暑いです。もうだいたい25度下回ってね、それぐらいになってるのが普通ですけど、今日はやっぱり暑いですね。すいませんね。かけてました。かけんでええ時にかけて、ほんまに忘れて帰ってくるんやもんな、ほんまに。今日はね、あれベルかけてやったのをもあの鳴らしたんじゃなくてね、下から今日は忘れんように持っていこうと思ってね、ハクトブッキーにね、川でソーセージをあげようと思ってたんですよ。そのためにあれベル持って行ってね、結局川でね、あんまり電波良くなかったんで、畑まで行きましたから、畑で、鶏女子にあげる時に一緒にねベル鳴らしたんですよね、持って行ってたベルで。それをかけて忘れるか、ほんまに。ポケットの中入れたらよかったのにね。これもね、これもブドウなんですよ。これ山ブドウです。この木はね、ちょっとオスかメスかちょっとわからんのですけどね、どっちかわからんのですけど、向こうから生えてきてる、桜の木からね、こっちへ渡ってきたやつ、これもね、今年その辺りに、ちょびっとだけかかって伸びてきたんでね、それをここへくくったんです。そしたらもう2ヶ月ぐらいでこんだけ伸びてます。ちょっとね、もうちょっと上感じになって、ブドウだなっていう感じになりそうなんでね、これをうまく使って日陰作って、ここをまたね、何買おうかなと思ってます。ここへね、鶏女子庭を連れてくるか、チュビナーズ用のハウスを作るか、あと何や、コールダックか、コールダックかウズラか、なんかそんなんをね考えてるんですけども、まあまだね、この子ら育てるのでちょっと手かかってるんで、その先のことはまだちゃんと考えてないですけども、早くね、とりあえずこの子らの次のハウスとまた作る段取りをしようと思ってます。ブドウだなって言ってもね、実際にブドウができるかどうかはね、ちょっとまあ別問題なんですけど、多分これメスのブドウの木だと思います。外にね3本植わってるんですけど、そのうちの1本がメスの木なんで、何回かブドウ取ってるんですけども、多分それがねここへ伸びてる分だと思います。前回前々回とね、去年はあれかあかんかったんか、その前とはね、メスのブドウの花が咲いたんで、ちょっと実がなったんですよ。オスの花咲かなかったんですけどね、どっかにブドウがあるんですよ。だから花がね、オスの花がどっかあるんです。山ブドウでなくてもええらしいんでね。で、私のとこのオスの木は咲かなかったんですけども、まあ実だけなったっていう形やったんですけど、去年は実ができませんでした。山ぶどうでなくてもね、野ぶどうとか、何やったっけな、もう一個。野ぶどうともう一個何やったっけな、名前忘れたな。なんか似たようなのがあるんですけどね。ああ。吐く。そんなわけ食べたらあかんて。吐く。いつの間にかまた入ってるやねん。閉じ込めるよ、お前。吐く、逃げていった。呼ばれてんのに逃げていった逃げていった吐く、こっちおいで、ちょっとおいで、顔見して。
吐く。